ゴムゴムの来てね。よくやれたね。やばい、アクションキドキです。お願いします。そしてジャガモンドの斉藤さん、おまけの夜の柿沼さんでーす。オフが過ぎるぞ。いやオフだったもん。この3人で、うん、しかもうちで集まることがほぼないんですよ。だからちょっとやっぱ撮りたいし、やっぱ視聴者の皆さんにもね。確かに良くない。楽器。え？この後輩のチャンネルに出て、そうよ。うん、なんか撮るんだみたいな。あ、確かに。なんかその抜いてかっこいいみたいになっちゃって。確かに。120% 頑張っていきます。ワンピースかだろう。何やら。もうなんかこらえきれてないじゃん。普段一人でやられてるんだなって感じが。ごめんごめん。はいはい。いや、ネットフリックスでね、はい、ワンピースの実写ドラマが始まるということで。はい、今年だよね。今年です今年です。ツイッターで回ってきたやつ見た？ツイッターじゃないかも。おだっちの。ああ、コメントね。したよ、うん、ね、いつもの手書きの。すごい長い句来て。書いた書いた。ちゃんと結構この小田さんが制作に携わってるアニメーション映画の、うん、まあ、去年でレッドみたいな、うんうん。あの熱量でしたもんね。ね。はい。しかもなんかどうも長い時間かかって、みたいな。そう。もともとなんか全10話、12話ぐらいの予定が、8話になったんですよね。だからそれがこだわり抜いたがゆえに8話になったのか、うんうん、なるほど。そのシーズン2以降もこの時だったらできるのと睨んで、8話に抑えようとなったのかはわかんないんですけど。でもなんか、オダッチがさ、うん、もしかしたら自分が。オダッチって言うのやめない？オダッチって呼んでるよ、俺。オダッチって。オレッチとオダッチ。一人称オレッチだから。海外に自分の作品がね、こう、いけるっていうのも最後のチャンスになるかもしんないから気合い入れてますみたいな感じで、納得いくまで時間かかってしまいました。僕もそうなんですけど、うん、ワンピース語ったことないんですよ。あんまりワンピースのイメージがないじゃないですか。うん、あ、まあそれはそうね。今回ネットフリックスで実写化するのが、うん、多分最初のイーストブルー編とかなんですよね。はい。はい、最高じゃん、最高。どうやらお二人はイーストブルー編が大好きなんでしょ？うん、そう。うん。過激派だから。イーストブルー愛を爆発させたいなと。よ、うん、で、なんかさっきね、うん、その誰が出るんかねとか。はいはい。あ、そう。8話で、どこまでやんのかなみたいな話してたら、うんうん、結構出るんですよね。うん。そう。だから毎週仲間に入っていく。何人いるんだっけ ?3 時まで。ルフィー。ゾロゾロ、サンジ、ナミ、チョッパー、ジョグズ、ソップ。5人。5人。5人だね。結構もうそれ。もうそれで5人だもん。もういるんだ。うん、そうだ、ね、だ前は増えてったとしても5話じゃん。つまり、しかもそれぞれに敵がいるってことだからね、うん、単純に考えたらね。そう、だから、その、それぞれの敵の下り、うん、そこはさすがにやらんのんじゃないかと。最初のコンセプトアートで、うん、バラティエがね、うん、サンジが働いとった会場レストラン、バラティエのアートが出たから、うん、あ、じゃあバラティエがメインで、うん、ここ主軸にやっていくから、うん、まあ、ゾロのね、あの、踏みつぶされたおにぎりをむしゃむしゃ食いながら、うん、ごちそうさまでしたの下りとかはやらないんだって思ってたら、砂糖でね、塩じゃなくて砂糖で作っちゃってクソまずいおにぎりね。ヘルメットがね、うん。でもうまいって言って食べんだよな。え、こう、そういう回でいいの？そういう回で。ごめん、わかんない。そういう回でいいの？そういう回でいいの？食べていいの？あの名シーン見たいな。見たいじゃないですか。実写でね。やるっぽいんですよね。キャスト見ると。そう、キャスト見ると。キャストはね。ヘルメットも出るし。ま、てか、アーロンのキャスティングが出てるって結構、マジかって感じでね。8話でね。あ、そっか。え、アーロンがやるってことは、ドンクリーク倒した後に。そう、倒さないと。え、ドンクリークで2話使ったとしても、アーロンで2話使ったら4いっちゃうじゃん。4いっちゃう。そうだよ。だからこの2で、だから、で、しかも黒も出る。キャプテン黒も出るから。これ出るから。これね。そう。うん、これで1使うでしょ。え、これ見て震えんだよね。震える。あいつまだあの癖が抜けてねえ。だって、ピーマン、人参、玉ねぎ出るよ。黒やるんだったら出るよ。いや、だから、その、キャストは発表されてないけども。でもそうか、メリーゴーを手に入れなきゃいけないから。そうです、そうです。あ、そうだ、だから、絶対いるんだ。で、メリーゴー出てたよね、デザイン。出ました。めっちゃ怖いみたいな。めっちゃ怖い。ちょっと、リアルっぽいし。じゃあ、やっぱ最初あれかな。え、じゃあ、シャンクスと。シャンクスはこれは出ないの？絶対出るでしょ。シャンクス出ないと、麦わらのルフィにならないもんね。シャンクスと出会ったから麦わらのルフィなんだ。これ見れんの、実写で。いやいや、やるんじゃない？でも8話まででで、アーロン編まで行くっていう考えちゃうと、もう、ファースト映画です。いや、ほんとよ。8話でアーロンちょっと怖いね。スピード感。まあ、もう、あと、もしくはアーロンが、そもそもポスクレパターンだよね。そう。次回の敵として、ポスクレ、アーロン。そのシーズン2。うん、シーズン2とか言い出したら、やりますよね、絶対。逆にどこまでやるのってなるよね。だから多分バラティが最後なんかな。待って待って待って、これめちゃくちゃ楽しいじゃん。そうですよ。え、シーズン2、うん、え、チョッパー出るとかそういうこと？そうそうそう、そうなるでしょう。若さの秘訣会見れる。あったけど。これは熱いよ。これめちゃくちゃ、ベラミーとかさ。
ベーラーいいねあそこ気持ちいいよね。気持ちいい。シーズン3で、キャスト発表で、空島探してるゴリラみたいなやつの、キャストが出てさ、モンブランクリケットそう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 。そう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 。モンブランクリケットのキャスト出たの、超。モンブランクリケット。超上がるな。トルベイチのね。シーズン2ででも多分、アラバスタぐらいまでじゃない？アーロンと、アーロンとアラバスタ。アラバスタぐらいでちょうどいいけどね。バギーって発表されてましたっけ？いや、どうだったかな。絶対バギーはいるでしょ。伸びるゴムと離れるバラバラっていうね。このなんかこう、退屈な感じがいい。なるほどね。そう。今のところ発表されてるキャストは、クラハドール、ミホークで、ミホーク出るんですよ。そうだね。だからやっぱりあそこパティシエンとかちゃんとやんだ。そう、バラティやる、うん、シェフで、モーガンもやる、ノジコ出る、カヤ出る。ノジコ出るんだったらもうアーロン丸々やるよ。ベルメールさん。そうね。そうだね。風車村だっけな、風車村。バギーあるったよ。ありました？うん。バギー。コビー。このガープ出るよ。ガープ。え、なんでガープ出んの？頂上決戦までやんの？千葉でガープが出るのかもしれないです。シャンクスと。シャンクス発表されてないんですもんね。出てないと。出てない。シャンクス結構でかい人なんかな。あ、サプライズだ。翔ちゃん？いや、でかいすぎる。そりゃ傷はありそうだけど。スター俳優いないからね。そう、意外とね、有名な方はいないんで。あ、松見てるっすね。シャックスっぽいわ、あいつ。そうだね。あれがマントしてこうやってたらもうシャンクスだわ。池王子ね。うん。2話でゾロ、3話でナミ、で、4話でウソップの流れじゃない。4話。あ、でも。でも、俺思うんですけど、それで4話って半分ぐらい。ナミが、ナミが1回入って、抜けるっていうところを、ここの段階飛ばす気するんだ。なるほどね。だから、ゾロ、ウソップ、サンジ、ナミ。確かに、ウソップ編ってナミ、何してんの？ジャンゴ倒してるもん。あー、追いかけられて、うん、ウソップとナミで倒すんだっけ。確かにナミが後の可能性はあるな。俺はね、個人的に、バギーのところに出てくるプードルさんっていうね、村長がいる、うん、ペットショップ焼かれるワンちゃんのくだりが大好きなのよ。あった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 。あれマジで見たいから。あれなんか返すよね、犬に。これ。あ、じゃあ、このドッグフードを、こうやって置いて、割り、これしか守れない。そうだ、そうだ、そうだ、それも見たいな。あれ見たいでしょ。あったね。あれ見たいの。檻にね、こう入れられちゃってね、ガガ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 を抱えてみたいな。そうそうそう。あったね。あったあったみたいなね。結構その時から熱いシーンあるんですよ。あるあるあるその感じのね。男だから刀を持ってきたぞって言ったら刀バリバリインって外に出て。そうガガリンみたいな。それはあれ最初。あ、それ最初か。最初。あ、そうか、そうか。ヘルメットを抱えて。で、ここにあるんだって。あ、そうだ。あ、はいはいはい。それ最初だ。だからマッケンを抱えるんですよ。マッケンのね。マッケンがこれやるんだ。マッケンがこれやるんだ。あ、絶対やるわ、マッケンは。絶対やるよ、これ。セイントセイヤ見てるから、俺らは。ミホークが戦って、マッケンが背中を。傷は剣士の恥だ。やるんだ。もう日本語で言ってほしい。日本語で言ったらわけわかんなくなっちゃうでしょ。え、言うんじゃん。あ、違うか。だって、そもそも海賊の話だから日本でも何でもないでしょ。一応なんか SBS っていう、視聴、読者からの質問コーナーがあって、そこでなんか各麦わらの一味の、国のモデルはあるんですよ。うん。出身地のモデル。へぇで、ゾロは日本で、確かルフィはブラジルとかなんか、そういう。ゾロ日本なんじゃん。ほら、ほら、ほら。で、一時、モデルはあるけど、別にそれが、その、国籍ではないよってことね。反映されてるわけじゃない。バギーは、ホーキン・フェニックスがいるんかな。ジョーカー。ジョーカー。あのメイクで。ボロボロの。いや、笑えないじゃん。バラティで言うと、銀とかもいるでしょ。出た。いやー、銀が大好きよ。マスクのとこのガーのとこいいよね。はいはいはい。あれ超怖い。食らっちゃうやつね。超怖い。毒ガスって。毒ガス怖いよな。卑怯っていうね。最近のワンピースは結構敵側も割とかっこよかったりするでしょ。はいはいはい。敵もかっこいい感じ。ルックもね。そうそうそう。初期のワンピースは割と極悪なやつって、海賊っていう設定を結構守ってるんですよね。海賊っぽいもんね。そう。敵も割とこう、下品で。下劣のやつ。なんかその、もう新世界は下劣のやつは生き残れないみたいな。そうそうそう、本当にそう。で、俺、勝手に期待して、密かに期待してるんですけど、吹き替えアニメ版の一人やってほしいなっていう。あー。テレビアニメ版の吹き替えね。あるかも。いや、でもそれはあるんじゃない？中井さん画像とか。そう。それは全然ちょっと期待してる。でも実写に合うかな。そこなんですよね。昔やってたんだよね、田中めぐみさん結構。そうなの。昔の洋画の吹き替え結構やってた。へー。だって俺、セイントセイヤね、マッケンが主演の、あれ、セイントセイヤ俺、吹き替えで見に行ったんですよ。おう。マッケン吹き替え下手だった。あ、マッケンが吹き替えてる。そう。へぇー。自分の、自分が主演だから、自分の声自分でやってるんですよ。うん。下手だった。
った。へぇー。まあ、不思議な現象ですよね、あれ。不思議だね。自分なのにね。まあね、でも、ゾロ、まあ、日本人だからマッケンガーとか、でも俺ね、あの、ワンピースの、どうでもいい話なんですけど、ワンピースのショートの動画、ネットフリックスから出してるショートの動画があって、それでなんか、ルフィっていう発音が英語圏の人は言いづらいらしいんですよ。へぇー。だから、そのルフィの発音講座みたいなのをキャストがやってるみたいな動画があって、で、その、ルフィ役の人が、なんか ロフィーってなっちゃうらしいんですね。ルがないルがないのか。だからロフィー、ノンノンノン、ルーフィーってやってるんですよ。うんうん、でそれをなんか、麦わらの一部のキャストも、それぞれなんか、ルフィーみたいな、うん。ロフィーじゃないの、うん、ってやってて、うん、それマッケンも、ルフィーって。お前はルフィーやんなんで混じったずっとアメリカに言いましたみたいね。魂売っちゃったのって、うん。ゴジラの映画版の時さ、渡辺謙がさ、みんながゴジラ、ゴジラを、いやゴジラって言ったみたいなのしてほしい、ね。それやってほしいだよ。でもネットフリックスね、ショートその動画しか上げてないんですよ。謎なの。アンノグで白してるから。あでもさ、実写でさ、ゾロを刀口加えんの、ね、それね。確かに。それ怖いよね。怖い。いや、だから、うわそう確かに。おにぎりもね。言えないじゃん。言えないよ、ね。背中の傷は剣士の周りは。そうか、いや、もう、常に机でやるわけ。全部あれにする。全部あれにした方がいい。まだ。それは取ったらやる。それは取ろうってね。いや、これ、大事なセリフだからね。だから、ワンチャン技名とか言わないのかもしれない。あ、言わないでしょ。心の声じゃない、もしかしたら。だって、ペガサス流星拳言わなかったの。あ、言わなかったんだ。チェーンズ星は言わなかった。じゃあ言わないね。ハリウッドはね、そういう必殺技みたいの言わない。うん、感じがあるんですよ。だからあれじゃよね、あのデルトロがさロケットパンって言ったので、うん、なんか日本人の枠みたいなさ、パシフィックリムだね。でもゴムゴムのはいるでしょ。確かに伸びてる暇だもんね。ゴムゴム、そうそうそう。いやー、いやあれ別にその間延びしてるからじゃないの。間延びじゃないの。ゴムゴムのーって言ってないのよ。暇だからね。暇だからじゃないのよ。アメリカのワンピースとかもあるんですよ。うん、で俺小学生の時に、うん、先生がなんか外国行って、うん、そのお土産で俺らに、うん、海外で言われたアメリカのワンピースを出してくれたんですよ。ゴムゴムノーだった気する。だからゴムゴムノーを守る気するんですよね。オダッチもそこで数年頑張ったから。そうかも。マジでそうかも。言わないで粘ったのかな。ゾロ口くわえんのか、どうすん、くわえてる間喋れないのか。ワンチャン、尖りまくって、もう文字出すとか。あー、出しちゃう？うん。フォントをね。そう、言わないけど、ゴムゴムノーってなんか出ちゃうみたいな。エフェクトとしてね。エフェクトとして。でもそれで言ったらドーンとかも出ちゃいそう。出ちゃいそうだね。出そう。でもアクションが見どころだから。それはそうだよ。手が伸びる描写って、これまで結構アメコミ映画であるじゃないですか。ファンタスティック4とか。あるしね。腕が伸びる描写ってどうしてもやっぱ違和感が出ちゃう。てかダサいんだよね。そう。かっこよくはないんだよね。だからそこが俺一番気になってるかも。だからそこはやっぱあの漫画的な、この、なんていうんかな、わかるわかるわかる。こういうフィギュアっぽい感じが、ね。相当むずいよね。ファンタスティックワードはビヨーンじゃん。そうそうそう。でも、あの、ルフィの場合は引っ張ってパーンって。そう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 。それ出してほしいね、うまく、ね。なるほど。でもさ、アニメはさ、ビヨーンだよ。俺、それ見た時最初ショックだった、ね。なるほどね。あ、違う。なるほどね。漫画はさ、ピシュー、バーンみたいな感じで、ね。漫画はビヨーンなんだ。そうですね。アニメか。ちょっとスパイダーマンっぽいし、最初の頃の使い方って。そう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 。あー、スイングみたいなね。そうだからビヨーン系のアクションが多いんですよね。ふにょーんって言っちゃったら嫌だな。いやー、漫画向きなんだろうね。だから伸びるとかってね。そうそうそう。今のルフィだったらいいんですよ、逆に。今、なんか腕燃えたり、腕黒くなったりするから、かっこいいんですよ。いや、足技とかちゃんとやってほしいね。そう、確かに。ウソップの鼻とかどうすんの？あー、鼻問題ね。ポスター見ました？見てない。俺ね、ポスター見てちょっと不安だったの。ちょっと怖かった、これ。これちょっと。これちょっと怖いでしょう。レボリューション感あるなぁ。ねぇ。ティザーだもんね、でもね。これはほんまにあくまでも、そう、ビジュアルで、最初見たルックだったんで、本人かすらもわかんない。なるほど、なるほど。なんか CG とかかもしんないっす。動く絵を見ないと、なんとも言えないよね。カウボーイビバップが、大ボケして、打ち切りになっちゃったね。似てるではなったけどね。そう、だからね、俺カウボーイ、しかもネットフリックスだから、カウボーイビバップみたいな現象になるのが本当にちょっと怖いなっていう。カウボーイビバップ見た？見てない。1話だけ見たんですよ。オープニングでさ、まんまやってるんですよ。コピーするんだけど、すごいダサいんだよ。ビーヤーやる？いいやわ。確かに、主題歌とかそういうのは、まだ決まってないよね。いつでしたっけ？そろそろのはずだっけ？だって、オダッチが、確かに、生命出したってことは、もう結構、あれだよ！びっくりした！オダッチって、
言ってた。本当だ。俺たち言ってた。今言ってた。言ってた。恐ろしい額の制作費も投入してもらってます。いや、まあ、ネトフリだからね。で、ワンピースだったらね。ティモロースタジオっていうところが協賛してるらしいんですけど、ティモロースタジオって何作ってるんだろう。あー、ちょっと。ちょっと、あの、秘宝かもしれないんですけど、カーボーイビバップもやってる。やってるんだ。うわ。あら、まさにじゃん。さっき話してた。だから、ネットフリックスとティモロースタジオのコンビは、そのタッグは、多分カーボーイビバップが多分そうだったんでしょう。でも、プリズンブレイクやってるんですよ。あ、この会社？そう、ティモロースタジオ。いつよ？だからカーボーイビバップ俺見てないけど、寄せてく方向ってことだよね、つまり。寄せてく方向だったし。ただ、カーボーイがさ、不評だったから、それをこう反省してっていうのは全然あり得るよね。確かにあってほしい。確かに、うん。音楽とかもちゃんと使ってほしいな。てねてんてねてねてねてんてねてん。CM ないよ。CM ないね。あ、大好きなのに俺。ちょっと俺今やばいかも。今のティモロースタジオ情報とファーストルックの感じと、うん、あれ期待が下がってきてる。ちょっとあれってなって、今話してて、ここやったらいいね、ここやったらいいね、ここやったらいいねは楽しかったんですけど、確かに確かにパッて我に帰ったら、うん、あれそうだよ、ね、さっきの方が楽しかった。確かに楽しかった。なんかあれやばくねっていう。怖さが。ゾロを加えるんかなぁ、ないから。やっぱ、ね、あらあらあらってね。やばい感じ、ね。でも加えないと三刀流じゃないしね。でも思い出そう。シーズン2でチョッパー出るかもしんないし。いや、そうだ。うん、でも待って、ゴーイングメリーゴの先の先端が怖いんだから、チョッパーもすごい怖いかもよ。ピカチュウみたいになんないの？ピカチュウみたいになんないの？確かに、名探偵ピカチュウでいいじゃん。ソニックみたいになってる。ソニック。最初のソニック。一回出してほしい。一回チョッパー出してね。俺らさらくから。確かに。そう。俺らがもうボロカス言うから。俺らに一回判断。そう。任せてほしい。ソニックと同じで。ソニックと同じで。あの、まず一回日本で公開して、それで俺らのリアクションを。パイロット版やった方がいいって。でもその戦法ありだよね。ありあり。だってソニックはそれでも成功したわけですから。うん。あれあったけど。訂正してね。いや、マジでそれでよくない？例えば、まるまる30分やって、これです、それが最高だったら超いいわけじゃん。うん、そうそう、もちろん。これです、うん、でも、全然違うよってなったら、大丈夫です。まだ直せますから。はいはいはい、だったら、だって最高ってなるじゃん。いいことしかないじゃん。そうそうそう。マジでそれがいいと思う、業界の人。もう、あの、ワンピース以外の人も聞いてほしい。そういう動画なんだ。全然それでいいと思う、本当に。それだから、その、俺らが判断するとかじゃなくて、日本の国民に、ね、みんなよ、そうそうそう、ファンに見せてってことだよね。うん、ソニックは実は、あれいじられてるけど、うん、すごいいいロールモデルが出来上がったってことですもんね。そう、ね、そうなの、うん。あれで良かったの、本当に、うんうんうん。まあ、すっごい大変だと思ったけどね。大変だろうけど。現場の人はやばかっただろうけど。うん、でも、あれをやろう、うん。結果それでいいわけだもんね。良、うん、くなったんだから、うん。可愛くなったんだから、ソニックも、うん。いや、だから、オダッチが見たら、あり得るよ。オダッチ出てる。いや、俺はいいじゃん、だって、そこ。否定してないんだから。全員ダメ、オダッチは。エイチローがこれを見れば。エイチロー。エイチローがいかに、俺ら側に立ってくれるかですよ。エイチローが。いや、立ってくれるでしょ。いや、ちょっと待って、地元の同期じゃないワンピースファンが何をしたら喜ぶかっていうのを知ってる人だから、だから、これまでの映画もヒットしてるわけで。うん、でも、庵野秀明さんとかね、うん、大友さんとか、うん、その、漫画とかの畑の人が、実写に、今回は実写だから。なるほどね。こう言った時に、ん？みたいなのがあるはあるじゃない。めちゃくちゃあるね。前歴としてね。うん、だって、セイントセイヤだって作者が相当口出したらしいからね。あ、そうなんですね。セイントセイヤは、作者が、どうも鎧クロスのデザインを、その結構原作通りに出してきたものに対して、いや、映画はこうじゃないのがいいって。なるほど。拒否した結果、クロスになっちゃってたりするのよ。カーボーイビバップかぁ。ティモロースタジオ。さっき知ったスタジオで。まあいい、面白い可能性全然あるからね。もちろんあります。全然あるよ。確か、カーボーイビバップって吹き替え、アニメ版になってるんですよね。知らない。やってる確か。だからやってくれるかも、そこは。ああ、ネットフリートだしね。そう。うん、で、なんか俺昔、コナン君の実写版結構ちょこちょこあったの。ああ、はい、はい。コナン君と灰原哀出てくるんですよ。子供時代の、うん。吹き替えね、アニメ版のやつ人がやったんですよ。高山みなみと林真めぐみさんが確か俺の記憶が正しければやってたんですね。で俺それ見た時に何この新しい実写かって思ったんですよ。はあ、そうね、はあはあ。すっごいって、うん。それをワンピースでもやってくれたら日本版は俺結構それだけである程度は喜べる。いやーまあ確かに。実写系ね、うん。好き嫌いあると思うけど、うんうんうん、新しいじゃん。そうそう、うん。なんだこの感じみたいな。実写なの？アニメなの？っていう。エモーションはあるかもね。そう。だから俺はもうマーベルスタジオに作ってもらうか、もう忙しいから作ってもらうか。どっちも忙しいんだよ今。でもあれはその、うん、多分原作にしているコミックスがちょっと映画っぽいんですよ。まあもちろん。まあアメコミ自体がそうだもんね。そう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 。確かにアメコミってそうなんだよ。見せ方が結構映画っぽいから。うん。うん、そうなんだ。だからそれをね、日本の漫画は超漫画だから。うん、漫画だから。ほんと、
マジでもう15分とか出してくれ。そうね、せめて一回決めようみんなで。1分とかの予告編だけで十分ですけど。確かにそれでもいい、それでもいい、それでもいい、それでもいい。これじゃない感がもうあったらもうみんなに相談的にするから、それで変えてこう。どうしましょう、シーズン1を俺らはパイロットぐらいに思いましょう。シーズン1で打ち切りにしないで、シーズン2で進化すると。そう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 、それはマジでそう、その程度で済むもんならいいけどね。あ、なるほどね。どんどん暗い回になんか最初もうちょっと楽しかったね。いや楽しかった、楽しかった、楽しみなんですけどね、俺らはね。いやでも楽しみ、楽しみ、まあ総合して楽しみ。まあ絶対見るしね、絶対見るし、絶対見るし、これぐらいの時期から上げていった方がいいんじゃないかなって早めにね、はい、はい、思ったので、うん、ぜひね皆さんもネットフリックス、まあちょっとあのサンクチュアリ聖域なんかは熱いですから、うん、あ見てないんだ、まだ見てないや、今見てます、動画にしますけれども、うん、ネットフリックス熱いので信頼してます、ネットフリックスを信頼してます。ティモロースタジオは一回置いときます、俺は。ネットフリックス信頼してる？いやいや、まだ長くなりそうだな。そっかそっかいや、まあ、それある。そこはまあ、それぞれあるから。俺は大好き。どういう締めなの？あの、5月の23日ね、僕と秋沼さんで、トークライブをやってるんです、はいはいはい、毎月、うん。ニュージャージーという。で、あの、5月の23日もあるんですけれども、はい、すごく面白いトークライブです。いや、もうね、絶対面白いと思う。で、サブカル好きの人にぜひ見ていただきたいようなね、うんうん、トークライブになってるんで、うん、ぜひカルチャー好きはね、うん、なんでいるんだろうね。そうだよ、真ん中にいるんだろうね、過去ゲストね、うん、あと、第1回目ゲストでしたから、ね、はい、前回ゲストです、はい、だから今回もシークレットゲストは言っちゃっていいですか、シークレットゲストいま す, います、おー、いる、シークレットゲストいます、はい、よろしくお願いします、誰なのかっていうのもね、うん、期待して、はい、来ていただき、配信チケットもあるので、あの、うん、詳しくは概要欄に貼ってあるね、リンクから、うん、ぜひお願いします。よろしくお願いします。おまけの夜のチャンネルとかね、はい、余計なお世話、はい、皆さんもあの頑張ってるんで、よかったら、はい、僕らのチャンネルも見てください、はい、お願いします、お願いします、お邪魔しました、お邪魔しました、ゴムゴムの来てね。よくやれたね。